負けないと話しています。岐阜2本目のコーナーキック、向こうサイドですからアウトスイングになっていきます。小野の左足のキックは、ここはグランダー変化をつけていく古橋、そして後ろから浮かせて、ここで入った、変化をつけていった FC 岐阜のコーナーキックのシーン。岐阜が先制です。手元の時計前半35分、最後田中パウロですかね、はい、浮かせたボール、まあ、ここでショートコーナーみたいな ね、はい、そうですね、後ろから最後は田中パウロでしょうか。センタリングのような、そうなんですよね、感じが、そうですね、直接ゴール、はい、今のは